間1000本のテストを作る編集プロダクション、クラウドゥーワンです。もう一度学びたい5教科、今回の動画は国語チームからです。どうぞ。今回は高校入試でよく扱われる説明文の著者ベスト3をご紹介します。試験問題によく使用される著者やその方の専門分野を知り、その著作を事前に読んでみることで試験中に知っている作品が出たなんてことがあるかもしれません。過去10年分の47都道府県公立高校入試に出題された著作の中で出題数が多かった著者をランキング形式でご紹介します。なお最新刊に関する情報は2022年6月時点のものです。第3位、内山隆。大学教授、哲学者である内山隆は自然と人間との関係や共同体などをテーマに執筆しています。試験には様々な著作が幅広く出題されていますが、中でも里という思想、正常なる精神がそれぞれ複数回出題されています。最新刊は2021年3月に発売された民主主義を問い直すです。同率第3位、池内悟。天文学者、宇宙物理学者である池内悟は科学をテーマとする著作を多数執筆しています。試験には科学技術と社会に関わる内容が多く出題されており、科学と人間の不協和音、科学の落とし穴、現代科学の歩き方などがそれぞれ複数回出題されています。最新刊は2022年5月に発売された江戸の宇宙論です。第2位、富山茂彦。評論家、エッセイストである富山茂彦は専門の英文学にとどまらず、日本語や教育に関する評論を多数執筆しました。試験には様々な著作が幅広く出題されていますが、中でも自分で考えることの大切さを説いたロングセラー、思考の生理学は複数回出題されています。同率第2位、斉藤隆。教育学者である斉藤隆は教育、身体論、コミュニケーション技法をテーマとする著作を多数執筆しています。試験で複数回出題されていた著作は読書力です。他にはコミュニケーション力、読書する人だけがたどり着ける場所なども使われていました。最新刊は2022年7月発売予定のなんで勉強するんだろうです。第1位、稲垣秀弘。農学博士である稲垣秀弘は農業生態学、雑草科学をテーマとする著作を多数執筆しています。試験で複数回出題されていた著作は、植物はなぜ動かないのか、雑草はなぜそこに生えているのかです。他には稲という不思議な植物、雑草の成功戦略なども使われていました。最新刊は2022年7月発売の競争しない戦略です。以上、高校入試でよく扱われる説明文の著者ベスト3を紹介しました。知っている著者はいましたか？自分の興味のある分野についてだけでなく、あまり知らない分野の本を読んでみるのも面白いかもしれません。この動画で興味が湧いたらぜひ読んでみてください。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。